はい、こんにちは。今日はブリオベッカフィールド宮台さんに来てます。ここね、人工芝張り替えたばっかなんですよね。で、めちゃくちゃ綺麗なん で3面あって素材値もできるんで、あの概要欄からチェックしてください。今日も一対一やってきます。今日のね、今日スーパーゲスト、いやスーパーどころじゃない、半端ないゲスト来てます。僕が見た中で日本一のカットイン持ってる日本代表の選手来てます。お願いします。お願いします。宮原ゆかりさんです。お願いします。お願いします。で、本当にカットインマジで、あの日本一間違いなくうまいん で日本代表呼ばれてますしね、ずっとね。なんで多分間違いなく日本一のレフティだと思うんで、それは間違いないお願いします。で、今日1対1、お願いします。1対1やってくるんですけど、やっぱりね、フィジカル的な差もね、やっぱ男と女性なんであると思うんで、僕が攻撃するときはキーパーについてもらいます。で、宮原さんが攻撃するときは僕キーパーなしで、で、3点選手でいいですかね。はい。で、宮原さん左利きなんで全部右サイドでいいですかね。はい。でもやりたくなったら言ってください。はい。で、まあ、もう一人スーパーゲスト、じゃあスーパーゴレーロお願いします。こんにちは。あのね、まあ、宮原さんが浦安のレディースチームでプレーしてて、その浦安のチームの今下部組織でプレーしてる、もう将来的には間違いなく日本代表になると思う。今日日本代表2人相手するんで、金沢リクさんです。お願いします。お願いします。あの、今日は日本代表2人相手するんで頑張ってきます。なんか意気込みとかありますか？いや、性別関係なく絶対負けません。いや、俺も負けません。いや、全部止めます。ああ、それは全部止められたら負けちゃうんで。じゃあ今回、宮原さんチームが浦安チームが勝った場合、このダウポンチのメーカーのオンラインストアで在庫あるやつ何かね、視聴者プレゼントするんで、お負けないけど、じゃあ最後まで見てください。お願いします。お願いします。最初はグーじゃけっぽい方向で様子見ます。お願いします。確かに。
入らん。入んねん。やっぱ将来の日本代表だわ。だわ。まだ無得点。いや、どうしよう。危ねちょっと入んないんで一定選手にします。いいですか？入った。俺の勝ちことで大丈夫ですか？いや。
天気いい時に迎えましょう。ちょっと今日ね、雨でめちゃくちゃ滑るし、ボールもね止まんなくて伸びちゃったり滑ったりするんで、まあ多分雨降ってなかったら8-0ぐらい。勝ちってた。一旦今日僕の勝ちってことで、一旦ね。いやー、認めたくないっすね。一旦今日僕の勝ちなんで、ということで視聴者プレゼントなしっていうのは、まあ、宮原さんの責任なんで、あの次回またチャレンジしに来てもらって視聴者プレゼントを取りに来てください。すいません、宮原さんにもプレゼントするんで、挑戦者と視聴者にプレゼントするんで、またリベンジ来てください。上手くなって帰ってきます。あー、じゃあ僕も頑張ります。うそー、ちょっと次は雨降ってない時にお願いします。お願いします。ありがとうございました。また次の動画で。よし。